宅設備大手リクシルグループの塩田、潮田、陽一郎会長兼瀬尾、最高経営責任者が18日、東京都内で記者会見し、5月20日に開く予定の取締役会で取締役を退任すると発表した。6月の定時株主総会の地に会長兼瀬尾を退く意向も示した。山梨広一社長兼空、最高執行責任者も同席し、6月の株主総会で取締役を退く意向を示した。海外の機関投資家が両氏の取締役解任を株主提案するため臨時株主総会の開催を求める中での突然の辞任表明となった。昨週に瀬尾を退いた瀬戸金谷氏が今月、瀬尾への復帰を目指して塩田氏ら経営陣に退任を迫る構えを見せたばかり。新旧トップが経営権を奪い合う全面対決の様相を呈していたが、塩田、山梨両氏が一転して退任を表明したことで、首脳人事をめぐる攻防は新たな局面を迎えた。リクシルは18日、イタリアの子会社の損失計上に伴い、2019年3月期の業績予想を大幅に下方修正すると合わせて発表。純損益が530億円の赤字、昨年10月時点の予想は15億円の黒字に転落する見通しを明らかにした。塩田氏は、子会社の損失が瀬戸氏の瀬尾在任中に生じたもので、瀬戸氏が子会社の再建に乗り出したり、取締役会に経営状況を報告したりしなかったと説明。赤字の一義的な責任は瀬戸さんにある、と厳しく批判した。瀬戸さんを起用したことは最大の失敗だった、と述べ、自らの退任の理由を瀬戸氏の任命責任だと述べた。リクシルは昨年10月末、瀬戸氏が瀬尾を退任し、創業家で取締役会議長だった塩田氏が会長兼瀬尾に、社外取締役だった山梨氏が空につく人事を発表。この首脳人事が不透明だとして複数の機関投資家が3月、塩田、山梨両氏の取締役解任を求めて臨時株主総会の招集を求めた。臨時株主総会を開く方向で準備していたが、その前に両氏が退任を表明した形だ。塩田氏らの会見を受けて瀬戸氏も18日、記者団の取材に応じた。イコ会社は塩田氏が買収を決めた会社で、瀬戸氏が瀬尾に着く前から業績不振だったなどと説明し、業績悪化を理由とした辞任で臨時株主総会を回避しようというのは話のすり替えに思える、と塩田氏の主張に強く反論。自身を含む8人の取締役候補を6月の定時株主総会で株主提案し、瀬尾への復帰を目指す考えを重ねて示した。田中美穂、高橋直之。